アイオイカントリークラブは、兵庫県愛イ,イ市にあるゴルフ場である。ハリマ造船所の六岡修造社長は、船舶修理のため駐在している、外国船の船員の余暇を慰めるため、また、自社の社員の休暇時に楽しんでもらうため、ゴルフ場を計画した。ゴルフ場の建設用地は、兵庫県愛イ,イ市の社有の広大な給料地に、ゴルフ練習所と8ホールのコース、 桜川丘ゴルフ場を開場した。その後、市民の利用が増え、会員制への要望が高まり、1959年5月31日、コース設計は佐藤義一に依頼し、コースの造成工事が着工された。造成工事は、ゴルフ場の造成工事で、実績豊富な足立建設に依頼した。足立建設は、普通ならば1ホールしか取れないところへ2ホールを、 入れるようなこともあって、直径2メートルのコルゲートパイプをコースの下に埋め込み、このトンネルを利用して次のコースへ行かねばならぬような箇所を作らざるを得なかったと嘆いた。用地面積15万坪では奇石奇石ときしむように詰め込まれたようである。1960年7月24日18ホール6 0 6 6ヤードパー70のゴルフ場が完成した。クラブハウスは。 戦時中、張磨造船所が診療所を開設する目的で建設した木造2階建ての建物が医者が集まらず遊んでいた建物を利用した。会場後、佐藤義一はゴルフはボールの飛んで行くところだけ広げればよいが持論だったという18ホールの平面図を見ると蛇が買わを飲んだような形のホールが随所にできたという。それでも会場されたコースに ハリマゾー選手は大満足でプレイヤーたちを喜ばせた。郵便番号678-0011兵庫県、あイおいしな二百278番地。ありがとうございます。